夢ラジオ第1623回、今日は平成31年3月31日日曜日です。時刻は午前11時半、もうすぐ正午です。横浜港北、街は明るくけれど雲も出ていて霞もかかっていますね。もやがかかっているというのか、東ランドマークタワーはほとんど見えず、西丹沢の稜線も全く見えません。今日は日曜日でお休み、街は休息モードですよ。3月31日、3月も今日で終わり、面白い一月でしたね。明日は新しい元号が発表されます。明日から新元号での放送になりますね。どんな元号なんでしょうか。平成31年最後の夢ラジオですね。1623回、今回は西アジアのお話といってもインドですね。アウラングゼーブ取り上げます。アウラングゼーブさん、ムガール帝国というのが16世紀の最初にできたんですよ。1507年、血統としてはムガール帝国はモンゴルの血を引き、だからモンゴル帝国がなまってムガール帝国なんですよ。でチムールの系統ですね。だからチムールも、まあ、とりあえずモンゴルってことになってましたから、1370年のチムール、そして1507年にチムール滅亡けれど、ムガール帝国っていうのがその血統を引き継ぐ形で、インドに成立した。最初の皇帝バーブルのお話は以前夢ラジオでもいたしました。このバーブルって人はサマルカンドにいたんですけど、キルギスに押されてね、キルギスに押されてインドに南下し、そしてまあムガール帝国を建国した。ですからこのバーブルって人はサマルカンドに帰りたいなというその望郷の思いをバーブルラーマという挿絵の入った日記に書き綴ってって、そんな話以前にいたしました。その後アクバルという皇帝、このアクバルが三代目だったかな、アクバルの時代にイスラームと多宗教との融合が図られた。つまりチムール系であるってことはムガールもイスラーム教なんですよ。血統としてはモンゴルであったとしてもイスラームに改宗していて、そして
ムガール、もうとりあえずイスラームの国ではあるんですが、インドに南下してきた。そしてインドにはヒンドゥーの伝統がしっかりと根付き、そこに力ずくでイスラームを押し付けることはできない。しかもイスラームを押し付ける押し付けないっていうのは結局ジズヤを課すかどうか、これにかかっていますね。つまり、多宗教のものに対しては人頭税を課すんでしたね。そして、イスラーム教になったらジズヤは課さないと、人頭税いらないと。で、その多宗教のもの、ヒンドゥであれ何であれ、その人たちにもジズヤ課さない、イスラームと同じです。そうすると、これは実際には減税を意味し、ですから多宗教からも歓迎され、で、このアクバールというこの皇帝の時、ムガール帝国はその礎がしっかりと築かれたことになります。バーブルの時にあったサマルカンドへの望郷もこの時すでになく、ムガールはインド、南の方は無理でしたが、インドの大部分を治めることができるようになった。やがてシャージャハーンという皇帝、この人が5代目ですね。このシャージャハーンという人が、国の財政をもう総力を挙げてっていうんでしょうか、タージマハルを建設、白い、今見てもすごい建物ですね。私は写真でしか見たことありませんが、すごいんですよ。ただし、そのタージマハルっていうのは一体何のために建てられたのか。じゃあ、イスラームのモスク用に、あるいはアラーの神を称えて、イスラームの教えはそういう偶像崇拝っぽいものを禁止する教えですよね。で、このタージマハル、実はその若くして亡くなった愛する王妃のためにという、ちょっと情けない目的で建てられたタージマハルなんですよ。しかも国家財政がこれですっからかんになっちゃったという。今見てもすごい建物ですから、当時、17世紀ですね。17世紀の時には、こんな建物作ろうと思ったら、すごいお金もかかったことでしょう。で、このシャージャハーン、タージマハルを建てた、この人の息子が今回の主人公、アウラングゼーブ。長男ではありません。他にも兄弟いましたが、アウラングゼーブがこのシャージャハーンを継ぎ、6代目の皇帝で、この時ムガール帝国の版図が最大となります。ですから、ムガール帝国の版図がこのアウラングゼーブの時に最大となるってことは、素晴らしい皇帝だったのかなと一瞬思いますが、ちょっと素晴らしいとは言いにくいけれど、個性を出した皇帝とは言えるでしょう。取り上げます。まず兄弟何人もいい、長兄ではなかったんですけど、権力闘争を勝ち抜いて皇位を手にした。で、この時代の権力闘争っていうのは、相手殺すってことですから、他の兄弟たちを次々に亡き者にし、このアウラングゼーブが残った。そしてこの人は幼い頃から非常に厳格なスンナ派、つまりイスラム教徒であり、ですから、アクバル以降のですね、アクバル以降の多宗教融和政策を非常に苦々しく思っていたんですよ。そして、もちろん自分の父親が建てたこのタージマハルも一体何なんだこれはと、イスラムの教えにこんなものを建てていいっていうものあるんかと、しかも国家財政傾いてるぞこれで、
ですからこのタージ・マハルですね、それを建てた父親をもう病にかかってたんですけど、幽閉して権力闘争を勝ち抜いた後、ただしまあそのタージ・マハルが見えるような、タージ・マハルが見えるような場所に幽閉して、そして自分は高位についた。そして融和政策廃止、言い換えればジズヤを課すぞと、他宗教の者にはね。まあこれで反発も起きるわけですよ。今までずっと仲良くやってて、とりあえず平等で税の取り方がね。なのになんで急にアウラングゼーブの時代になったらそんなジズヤ取られるんやと。タージマハルで国家財政傾いた言うけど、別に私たちがタージマハル建ててくれって頼んだわけでもない。勝手にシャージャハーンが建てといて、でその息子が税貸してくるってなんやと、あっちこっちで反乱を起きる。まあ一番大きな反乱、ラージプートっていう、これカースト集団ですね。ラージプートの反乱等が起きてですね、実は半島が一番拡大したとは言うけれど、ムガール帝国が内部分裂していく、きっかけにもなった、そういう皇帝なんですよ。そしてイスラーム教を非常に厳しく、広めようとしたため、でインドっていうのはまあ他にもいろんな宗教ありますからね。あとイスラーム教の中でもいろんな宗派がありますから、シーア派だけでなくスフィズムとかっていう、だからもうスンナー派だけや、シーア派もあかん、ましてや多宗派あかんという感じの、アウラングゼーブは、まあ、徐々に徐々に支持失ってもいったわけですね。ですからこの人はね、1657から1707っていう50年間王様にいたんですよ。1657から1707、要するに17世紀の後半べったりですね。ただしこのアウラングゼーブが亡くなってから急速にムガール帝国は衰え、そして四分五裂していくことになり、やがてはです、やがてはイギリスの植民地に転落していくという、そういう定めとなりますから、まあ、なんでインドがですね、例えば近現代においてあのようにやすやすとイギリスの植民地であることを許し、そして遅れた地域となってしまったのかの元をたどればね、このアウラングゼーブ時代における四分五裂、ムガル帝国の衰退、この辺りに実はその原因を求めることができます。アウラングゼーブの栄光の悲惨、栄光と悲惨、こんな風に言ってもいいでしょう。まあ一つの宗教を厳しく、しかもインドみたいないかにも宗教がいっぱいありそうな場所で、そんなものを押し付けたらそら反発あるに決まっていて、それでもやろうとしたら当然暴君っぽくならざるを得ず、ですからアウラングゼーブってのはあまり評判のいい皇帝ではない。ですからムガル帝国の反と最大というそっちよりはですね、むしろムガル帝国の衰退を作った王様がこの人だと見た方が、今の目ではより正確だと私は思います。イメラジオ1623回、今回はムガル帝国皇帝アウラングゼーブ取り上げました。もうじき正午ですね。